ゴミがついてる感じする。オッケー。はい。3、2、1。FM ギノワンのラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。夜お薬を飲んだはいいが、なかなか寝つけず、このラジオを聞いているメンヘラさん、寂しくて不安で、その気持ちを紛らわせるためにこのラジオを聞いてるメンヘラさん、私たち2人が疑問、質問、お悩み相談、何でも受け付けます。健太さんの広く浅い知識と夏美のその場の思いつきで、いろんな角度からお答えいたします。はい、もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。はい、メッセージの方、宛先ですね、夏美さん、はい、お願いします。はい、メンヘラ103アットマーク gmail.com、 ローマ字でメンヘラ、数字で103アットマーク gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、本日、はい、第53回のメンヘラ城の収録となっておりました。53回、はい、うん、収録日が9月18日月曜日、うん、これ本放送を聞いている方は10月の2日、もう10月に突入しております。10月に突入か、はい、秋だな。そうだね、運動会シーズンにもなってきてますけれども、うん、10月はまだ沖縄はまだまだ暑いかな。まだ暑いかもしれん。ちょうど、まあ、今から2週間後の放送で、12月でも暑いもん。そうね、なんか最近やっぱり暑いよね、うん、でもそれでもなんか、まあ内地はもうそろさすがに10月寒くなってるかな。10月、うん、ちょっとずつじゃない、まあ、季節 の、 あの紅葉がファーってなるんじゃない、うんうんうん、10月は。そうだね、あ、ちょっと、まあ、沖縄もね、早いとこちょっと涼しくなってもらってね、うん、クーラーのいらない生活やっていきたいわけですけれども、うん、去年の、あ、ごめん、うん、去年の10月は、うん、大阪行ったじゃん。あ、あれ10月だったっけ。10月じゃなかった、11月ぐらいじゃなかったっけ。10月か。10月だよ。ああ、そうだね、うん、夏美さんがね、 NHK のバリバラの出演オファーがあってね、それで大阪に2人で確か行ったね、うん、来ました。あの時そんなには寒くなかったよな、確かね、うんうんうん、でも紅葉がめちゃんこ綺麗だったから。そうだったね。きっと今もうちょっと後でか、紅葉が綺麗になるんだよ。うんうんうん、NHK もね、大阪の大阪城のすぐ目の前にあって、そうそうそう、大きかったね、うん、建物も、うん、まあ、それもいい思い出で、今年はどんなことがあるかね。うん、楽しみだね。まあ今、まあ、なんていうの、夏美さんもね、ちょっと、うん、まあ、さらっと言いますけど YouTube を始めたっていうことでね。 YouTube 始めました。もし機会があれば、まあ、これ終わってからちょっとオープニング終わってからちょっとだけ紹介しようか、うん、はい、では本日も短いお時間ですが最後までお付き合いのでよろしくお願いします。メンヘラトーク。はい、このコーナーはタイトルそのまま、私たちメンヘラ2人がテーマに沿って、時にはテーマから脱線しつついろんなことをお話しするコーナーでございます。はい、メッセージもツイキャスもポンポコお待ちしております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、ではオープニングの方でもさらっと触れたんですけれども、うん、最近夏美さん YouTube チャンネルを開設したということで、はい、はい、YouTube チャンネル開設しました、はい、友達が、友達じゃないか。いや、友達でもいいんじゃないの。うん、地下漫画家夏美で検索したら出てきます。はい、地下漫画家夏美の漫画家への近道という、うん、まあ、番組タイトルって言ったらいいのかな、うん、チャンネル名で、うん、はい、フリーのね、テレビディレクターをされている原吉和監督のと、はい、はい、夏美さんの YouTube チャンネルが
開設されて、うん、はい、もう9月18日時点、現時点で6本くらい上がってるかな。6本は上がってない、5本。5本か、うん、嘘、5本、ちょうど6本くらいじゃなかった。5本くらい、5本くらい、うん、上がってるんで、まあ10月それこそ放送日時点ではもう少し上がってるかもしれないので、うん、皆さんよかったら地下漫画家夏美で検索いただいて、はい、チャンネル登録としていただけたらと思います。うん、してくれたら嬉しいです。はい、よろしくお願いします。はい、では、今回のトークテーマに行きたいと思います。はい、はい、トークテーマなんですか。今回のトークテーマは落ち込んだ時に聴く曲。落ち込んだ時に聴く曲。はい、うん、これはね、ちょっとメンヘラさんに限らないことだと思うんですけれど、うん、はい、まあ人間ならね、ちょっと誰しも気分が、気持ちがね、落ち込んだ時に聴きたくなる曲がさ、うん、1曲ぐらいはあるんじゃないかと。うん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 、まあ元気だったり前向きな気持ちを取り戻すために、うん、心を励まされるような明るい曲を聴くという人もいれば、うん、むしろさ、うん、あえてとことん気持ちを落ち込ませるために、うんうんうん、暗くて重い曲を選んで聴くよという人もいるかもしれないなっていう。そうね、そうだね、うん、ちなみにケンタさんどっち派ですか。まあ僕は明るい曲派かな、うん、あ、夏美さんは暗い曲かな。夏美さんは多分暗い曲てか静かな曲みたいなのを聴いてるかも。心を落ち着かせるような、うんうん、それもまあわかる、うん、まあそんな感じでそれぞれあるかと思うんで、みんなはどっち派なのかなと気になったのとさ、同時に、うん、まあどんな曲を聴いてるのか教えていただいて、なんか今後自分がね、うん、落ち込んだ時に選ぶ音楽のちょっと参考にしたいなと。聴いてみたいっていう、はい、というわけで早速メッセージの方行きたいと思います。はい、はい、メンヘラネーム、うん、ハトさんより。ハトさん、ありがとうございます。はい、いつもハトさん、いつもいつもありがとうございます。はい、僕が落ち込んだ時に聴く音楽は、うん、エイジファクトリーさんの10月13日です。エイジファクトリーさん、歌の歌詞が、はい、もうちょっとだけ頑張ってみようと思わせてくれて、うん、すぐにでも行動したくなりますとのことです。うーん、エイジファクトリー、エイジファクトリーらしいよ。外人さん、いや日本の歌手だとは思うんだけどね。日本の歌手、うんうんうん、あ、じゃあ日本語で歌ってるから聞けるね。そうそうそう、ちょっとロックだったと思う、うん、聞かせてもらったんだけど、うん、紹介いただいてね、うん、なんか今ちょっとだけバックで流れてるんだけど、うん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 、歌詞を読んでみたらね、やっぱりちょっと前向きになれるような、うんうん、曲だった。ハトさん、ハトさんに多分合うんじゃないかなって、うん、思える感じの、歌詞の内容でさ、うんうんうん、確かに聞いてて、まあ、歌詞と一緒に、うん、歌詞も見ながら、うん、この歌を聴いて、うん、まあ、こうやってすぐにでも行動したくなるっていう、うん、動きたくなるって書いてあるんだけど、うん、やっぱりこのロックの音楽の勢いのままに、うんうんうん、ちょっと走り出したくなるような、うん、行っちゃえってなっちゃうような感じの、一瞬なんか動き出しちゃいそうな、そうそうそう、リズムの曲だね、感じだと思う、うん、うん、ありがとうございます。はい、続きまして、はい、はい、メンヘラネーム、夢をつかぽんさんより、はい、夢をつかぽんさん、ありがとうございます、はい、いつもいつも、つかぽんさんは、はい、はい、落ち込んだ時に聴く曲は、うん、バンティーフットの交差点です。あら、これまた夏美知らないよ、マジでポジティブになれます。うん、歌詞がすごくてお気に入りです、うんうん、僕たちマイノリティの応援歌です。うん、読谷村にある隠れ家的バーのうん、ケンハッチに行くと必ずと言っていいほど歌っていますよということです、はい、こちらも今ちょっとお箱かな、じゃあ、はい、ちっちゃく流れてはいるんですけれども、夢をつかぽんさん、はい、歌上手だもんね。うん、つかぽんさん歌上手だし、なんかやっぱ前一回カラオケ一緒に行かせてもらった時に、うん、ケツメイシとか歌ってて、うん、湘南の風も歌ってたかな、うん、ちょっとレゲエミュージックが似合う感じの、うん、はい、つかぽんさんなんで、これもね、うん、紹介してもらってメールいただいてすぐちょっと聞いてみたんだけど、うんうん、あ、や
なんかつかぽんさんらしいなって感じがしてらしいなって感じ。健太さんもね、昔は、うん、今はもうアニメソングにどっぷりハマってるんだけど、うん、昔は首まで使ってるジャパレゲとかもよく聞いてたから、こういうの、うん、あの結構健太さんの好みにも当てはまってて。あ、そうなんだ。つかぽんさんね、意外結構俺とあの音楽の趣味合うと個人的には思ってんだよね。へえ、すごいね、うん、じゃあ結婚しちゃえよ、はい、いやもう嫁二人いるからいいよはい、そこなんだ。さんもありがとうございました。はい、続きまして、メンヘラネーム沖縄大好きさんより。お、沖縄大好きさん、ありがとうございます。はい、夏美さん、健太さん、こんばんは。こんばんは。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。はい、メッセージテーマ、落ち込んだ時に聴く曲、うん、落ち込んだ時はどんな曲でも聴くのですが、その中から一つ紹介するなら、うん、ラブライブサンシャイン第一期の劇中歌、うん、アクアの未熟ドリーマーと第二期エンディングテーマの勇気はどこに、君の胸にです。うん、なんとかラジオのメッセージで僕が、リスナーから誹謗中傷された話をしましたね。うんうん、そんな大変な中、僕の心を支えてくれたアクア、僕の支えになってくれたたくさんのアクアの曲、うん、そのうちの2つが未熟ドリーマーと勇気はどこに君の胸にでした。うん、この曲、2曲、この2曲の歌詞にも助けられました。うん、それ以外にもどんなに辛い時があってもアクアには何度も助けられました。うん、今回はアクアの曲からこの2つを紹介しました。うん、沖縄大好きさん、ありがとうございます。ありがとうございます。落ち込んだ時はどんな曲でも聴くのですが、その中から1つ紹介するならって言って、しっかり2曲紹介していただいて大丈夫、裏と思ってたからどういうこと裏と表だからのあれが分からんけど、うん、アクア、うん、アニメをね、やっぱり日常的に見ない人は、うん、アクアって聞いてもピンとこないと思うし、なんか頻繁にね流れてるわけでもないからあれかもしれないけど、うん、ラブライブサンシャインの、うんうん、劇中に出てくるね、女の子たちが結成したアイドルグループなんだけど、アクアっていうのは、うんうん、すごくいい曲がいっぱいで、うんうん、ラブライブシリーズはね、結構、うん、人の胸を打つような曲も、ただのねアニメソング、アイドルソングとあんな撮っていたらちょっと、うん、結構いい歌あるじゃんって聞いた時になるから、うんうん、アニソンだからってバカにする人たまにいるけどね。うん、アイドル、特にアイドルアニメとかね、でも、うん、ストーリーもすごくいいし、うん、今後ろで流れてるね、うん、未熟ドリーマーもすごくいい歌詞、いい曲なんで、うんうん、はい、これもね、僕も結構おすすめではあるんで、うん、はい、ご紹介いただいて沖縄大好きさん、ありがとうございました。ありがとうございます。うんうん、なんかさ、こういうのさ、うん、曲とか募集するとさ、うん、私が、夏美が全然カラオケで歌わない曲とか、うん、普段聞いたことない曲、うんうんうん、を知れるから、なんか楽しいね。あ、ほんと。うん、じゃあまたどんな時に聴く曲があるかとか、またやっていってもいいかもね。うん、はい、では最後、いただいたメッセージ紹介したいと思います。はい、メンヘラネーム、多分この時間帯、レジ締め中のナシューさんより。はい。はい。はじめまして、こんばんは。こんばんは。ナシューさん、はじめましてっていう、もう、まあ、メールがはじめましてってことかな。この前、3名まして、ね、ゲストで来たもんな。まあいいか、うん、タイムリーではないですが、僕が落ち込んだ時によく聴いていた曲は、うん、手嶋葵さんのテルーの歌です。あ、はい、失恋の感情とまではいかないのですが、気になっていた女の子の裏の一面を知ってしまった時、うん、メンタルが崩壊しそうになり、うん、その傷を1ヶ月ほどずっと引きずっていました。うん、この曲はちょうどそのことを知った時に友達からおすすめされて、うん、心に染みて友達との通話で会話をそっちのけにずっと狂ったように歌っていました。うん、そんなナッシュですが、うん、今はその感情を乗り越え、また新たな恋をしております。まあ素晴らしいじゃないですか、ナッシュさん。はい、テリューの歌ね、うん、これゲド戦記だったっけ、ジブリのゲド戦記の
主題歌というかなんかテーマ曲みたいななってたよね、うん、手嶋葵さんのデビュー曲、デビュー曲なんかまあ有名になったきっかけの曲だと思うんだけれども、うんうん、この歌俺も好きですよ、ナシュさん、ナシュさ ん, も、ね、私も好きですよこの歌、うん、夏美さんは、うん、カラオケで歌ったりも、あ、カラオケで歌ったりもしますよ、うんうん、あのね昔ねすっごい上手に歌えたことが一回だけあった、うん、このテルの歌、テルの歌、うんうん、一回だけなんだ、うん、その後は泣かず飛ばず誰の判断よ自己判断で、うん、自分でなんかしっくりこない、なんかしっくりこなくなったんだ、でも好きな曲ではある、はいはいはい、今も聴いてる、うんうん、なんか失恋の感情を、まあ、に近いものをね、うん、なんか感じた時に、ナッシュさんじゃ好きなことカラオケ行ってさこれ歌われちゃったらさもう大変なことになっちゃうね、あ、そうかもね、もっと好きになっちゃうね、もっともっと好きになっちゃうね、うん、好きな子がこの歌上手に歌ったらね、ね、うんうん、でもなんか気になっていた女の子の裏の一面を知った時にメンタルが崩壊しそうになったって書いてあるけど何を知ったんだろうな、あれじゃないやっぱお家とかでさ、うん、あのお風呂場のさシャンプーの裏がヌルヌルしてるとかさ、いやなんか潔癖症書いたら意外な一面あ、綺麗にしてそうなのになんかこの人ちょっとだらしないみたいな、綺麗にしてそうだけどシャンプーの裏ヌルヌルみたいなあ、そうなのかな、なんかちょっと聞いてみたいね、なんかあいいかもね、今度テーマで異性の裏の顔を知ってがっかりしてしまった出来事みたいな、出来事ちょっと聞くの怖い気もするけれども、そうだね、ああ、まあいろいろ皆さん、落ち込んだ時に、落ち込んだ時にいろんな曲を教えていただいて、ね、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、うん、ではここからは、うん、楽曲紹介のコーナー、お、楽曲紹介、はい、入っていきたいと思います、はい、はい、本日紹介いたしますのは、はい、まあ僕がね聞いて、うん、元気になる曲でもあります、うん、はい、テレビアニメマクロスデルタで夜の、うん、なんていうのかな、キャラクターで結成された、うん、アイドルユニットって言ってないのかな、うん、ワルキューレよりから、うんうんうん、ワルキューレが止まらないです、うん、はい、今日はおとなしいツイキャス、ツイキャスさんはおとなしいかな、ツイキャスさんおとなしいねまあいいさ、でもね本当に夏美さんはおなんかさっき暗い曲聴くって言ってたけど、暗い曲、うん、なんかどんな曲、どんな曲というか具体的になアーティスト名とかあったりする、うんとね、うん、あ、私ね、うん、声がね、ダズビーさんが好き、あー、あの YouTube でね、YouTube で活動、主に活動をしているダズビーさん、ダズビーさん、うんうんうん、だから、うん、YouTube で聞いたりする、うん、それこそね、このメンヘラ城のオープニング曲は、うん、あれ、なんて歌だったっけ、オープニング曲、タッ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 タでしょ、何だったっけって言ったらわからないな、タッ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 、何の曲、オープニング曲は確か、あ、従属フリッター、従属フリッターだ、そうそう、従属フリッターっていう、多分これボカロ曲なんだよね、うん、ボカロ曲をこのダズビーさんが、うん、カバーして、うん、あの YouTube 上で歌ってたんだけど、うん、アルバム、うん、カバー歌ってみた、ダズビーのアルバムとして、うん、あのカバーアルバムとしてリリースしたんよね、うんうん、その中に従属リッターも入ってて、おお面白いって、面白い、その時に初めて、うん、ボカロでのね、言うたらオリジナルみたいなのが、初音ミクか誰が歌ってるの、誰に歌わせてるのか分からんけど、うん、そういうのを聞く前にまず先にダズビーから言ったからね、うんうんうん、聞いてすごく、あ、面白いってなって、うん、で最初俺だから従属フリッターっていうボカロ曲を知らないもんだから、うんうん、ダズビーさんが歌ってる従属フリッターだと思ってて、うん、カラオケ行った時にね、うんうん、検索したんよね、あ、そうね、出てこないから、うん、あれってなって、うんうん、ダズビーで検索してもダズビーさん出てこねえぞみたいな、ダズビーさんのバレリーコとかも好きだけど、あれもね、バレリーコ確かそうだよね、うん、だから曲名でカラオケで検索したらね、一応出てくる、来て歌えばするから、うんうん、あの
ダズビーさんとにかくいいよね、でもね、本当。うん。うん。あの暗い曲もしっとり歌い上げて、明るい曲もね、うん、なんか明るいのになんか暗いじゃないけど、なんていうのかな。何っていうの、哀愁違うか。まあ哀愁でもいいのかな。雰囲気がとってもある感じの。雰囲気がなんかちょっとある感じで、あのどの曲もね、なんかどの曲、まあこれはちょっと違うかなっていうのも、このカバー曲はやっぱオリジナルがいいなっていうのもあるんだけど。うん、夏最近あれが好き。これ沢さんのタバコが好き。それはまたダズビーからこれ沢さんに今話移ったの。あ、うん、これ沢さんの。ダズビー、ああ、ダズビー、これ沢さんのタバコ、ダズビーがこれ沢さんのタバコをカバーしてるやつね。そう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 、はいはいはい、ありがとうございます。つながった。イエイ。まあそんな感じでね、いろいろ僕らも曲を聴きながら、はい、そうですね。あ、なんか今日たあれだね、久しぶりの2人だからさ、うん、なんかゆったりゆっくり曲聴きながらっていう感じね。そうだね。ゲストさんに話振るっていうあれが。うんうん、用事が、用事っていうんですか、うんうんうん、用事っていうか役目が今ないから、そうね、ゆったり聞いてる。 OK、 はい、じゃあ、そろそろこのまま21分36秒にはちょっとズームアウトして、そうね、こっちに入っていく感じにしますんで、そうね、あーいいね。ワルキューレも好きだな、私。ワルキューレもね、いいよ、うん、これあの PV もなんか面白いから。あれが面白い、音ゲあ、昔あったね、マクロスのね、音ゲあったんだけど、ビー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 なくなったんだよね。配信中止というか、サービス終了した。ほう、メンヘラジオエンディングでございます。はい、エンディングでございます。はい、今日は久々の、うん、はい、2人収録になりましたが、はい、いかがでしたか、夏美さん。楽しいです。あ、よかった、よかった。ツイキャス見てる。ちょっと今日あれかな、あのツイキャスは早めにやっちゃったから、みんな見てるかな。いやいや、あ、でも、まあ、来てくれてる人いるんで。なるほど、はい、ありがとうございます。うん、うん、聞いてくれてるだけでもいいよね、嬉しい。うん、いいと思うよ。なんか後でね、やっぱり YouTube ね、うん、見てますよっていう人も中にはいるし、うんうん、本放送がね、やっぱり深夜の時間帯だから、うん、月曜日の深夜だからね、それ。そうね、仕事始まりの一発目、夜遅くまで起きる人ってなかなかいないと思う。そう、仕事終わりのこと最近仕事終わって言うんだよ。あ、そうなの。多分適当。なんかいい加減なこと言ってからね。でもね、俺一時ね、市役所に臨時職員でさ勤めてた時があって、うん、20代前半ぐらいの時かな、うん、ちょうどパチンコにはまりだしたぐらいの時ですよ、うん、パチコとするみ、はい、その時は毎週月曜日にお酒を飲む、うん、居酒屋に行く月曜会っていうのがあって、うん、それになんか仲良くさせてもらってた役所の、うん、同じ課にいた先輩にね、うん、加入させてもらって、うん、毎週月曜日に飲みに参加してたの。してた、してた、楽しかったよ。え、男だけの、ほぼほぼ男だけの飲み会なんだけどさ、役所に勤めている、うん、月曜会よりパチンコ行きたいんじゃいってならなかった。いや、仕事は終わった後だからね。で、飲み会もね、楽しかったし、すごく周りいい人たちばっかりでさ、うん、こう見えて健太さんは元陽キャなんですよ。飲み会行こうって言われて行ってただけですよ。お金もね、うん、臨時職員だからいいよって言って、うん、社員、要は職員の、うん、役所職員の人たちがさ、公務員の方たちがおごってもらっちゃってた。おごってくれて、毎回毎回、まあまあまあ、ほとんどだからお金出さずに、うん、まあ、ただ酒、ただ飯ができたっていうのもあって、それで行ってたの、うん、それで、なんていうの、うんうん、なおかつ周りの人たちが優しいからさ、うん、楽しいお酒、楽しいね。あ、そういう時間ってずっと続けばいいなって思わない？うん、うん、まあ楽しかったよ。で、その月曜会のノリで、うん、月曜メンヘラとしてね、うん、皆さんも
夜遅くまで起きて月曜日はメンヘラ城を聞いて眠るみたいな習慣作ってくれてもいいんだよ、うん、そうだよ、いいんだよ、リュウチさんラジオからのあ、そう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 、リュウチさんラジオからのメンヘラジオ聞いて、うん、お薬飲んで寝ろで、まあ、お薬飲まないで寝るっていう、ね、いやいやお薬飲もう、あ、お薬飲んで寝るっていうね、そうそうそう、うん、見タイトルラジオの後でね、うん、あ、もう続けて聞いていただければと思いますけれど、うんうん、ではもうそろそろ終わりになるんですけど、何か言い残したことありますか？言い残したこと、あのさ、うん、やっぱさ、メンヘラジオのさ、この最後のエンディング曲を決めるときにさ、うん、曲エンディングって大事だと思ったわけ、うん、それで健太さんが提案してくれたこのレオナさんのナイナイって曲なんだけど、うん、これが最後パリーンで終わるわけ、ガラスを割ったパリーンっていう音で、それがやりたくて、ああ、じゃあ今日はちゃんとやっていきましょうか。はい、はい、ではそれでは今週のメンヘラ城はここいらでお開き。はい、今日も元気に病気中、中村夏美と中村健太でした。お薬飲んで寝ろ。ね、じゃあごめんなさい、うるさかったね。よいしょ、ガシャガシャ。はい、じゃあ、来週あたりには髪切ってきます。はい。今日髪切りました。前髪な。前髪。はい、じゃあお疲れ様です。